汁にるいわき。いわき市の旬の情報を伝える汁にるいわき。今回のテーマはいわき市で働く魅力を発信、見つけてグッジョブ。いわき市では就職を控えた高校3年生に向けてある取り組みを行っています。来年卒業する高校3年生だけど就職先どうしようかな、どこかいい就職先ないかな。いわき市就職応援サイト見つけてグッジョブ。そう、それがいわき市で昨年度から取り組んでいる高校生向け市内企業 PR 動画、見つけてグッジョブです。昨年度から続くコロナ禍で人を集める企業説明会や職場見学会等が中止になるなど、高校生が就活をするにあたって地元企業を知る機会が得にくい状況下にあったことから、市商業労政課が先導し市内企業の PR 動画を作成し、企業の業務内容などを分かりやすくお知らせすることで、高校生の業界研究をはじめとする就職活動および地元企業の採用活動のサポートを行うものです。この授業で PR 動画では高校生に分かりやすく、そして関心を持ってもらおうと、いわき市出身のタレント赤津さんとご当地アイドルのアイクルガールズさんを起用しています。見つけてグッジョブは、いわき市の運営する就労支援コンテンツであるいわき市就職応援サイトより閲覧することができます。このいわき市就職応援サイトは市の公式ホームページに貼ってあるバナーよりアクセスすることができます。いわき市ではこれまでに製造業や金融業、農業法人、介護施設など多種多様な業種を紹介する30本の動画を制作、ホームページで公開しています。このいわき工場の良さをしっかりと知っていただくと、そのために今回、出演をさせていただきました。私たちの工場は自動車のエンジンを作っていますけれども、自動車のエンジン作りを通じて人を作る、人が成長する、そんな企業工場でありたいと思っています。各高校から本当に優秀な皆さんが集まってもらってますので、その力を存分に発揮して生き生きと働いてもらい、そして共に進んでいけると、そういうふうに考えています。東金庫のように若い世代の方々にやや馴染みの薄い業界は、生徒の皆様に仕事を理解してもらうため YouTube での動画配信は効果があると思いますし、生徒の方も安全で自宅にいながらいわき市内の企業や業界を広く見ることができるので、情報収集とミスマッチ解消に大いに役立つ取り組みであると今後も期待しております。いわき市では見つけてグッジョブの取り組みを来年度も続ける予定です。今後についてもですね、できればたくさんの企業の PR 動画を撮影させていただきまして、地元企業の魅力を多くの方に知っていただき、地元に多くの若い人たちがですね、就職できるような環境を整備していきたいと考えております。いわき市ではこれからも高校生など次世代を担う人たちへ向けて、いわき市で働く魅力を発信していきます。